ジャンクと iPod は真核生物の細胞質に見られるタンパク質の封入体である。パーキンソン病、アルツハイマー病、ハンチントン病などの疾患は神経変性疾患と総称され、タンパク質凝集やミスフォールドタンパク質の封入体への蓄積を伴う。かつてよりタンパク質の凝集はミスフォールドしたタンパク質がお互いに結合して、 風乳体を形成するランダムな過程と考えられてきた。また、タンパク質の凝集体は毒性を持つ物質として、神経細胞の機能障害や細胞腫を引き起こすものと考えられてきた。しかし、近年、蛍光顕微鏡などの先端技術を用いた研究により、タンパク質凝集という現象は、実際には厳密に制御されたプロセスであること、そして細胞は、 毒性タンパク質を封入体に隔離することで自らを保護していることが明らかとなった。2008年ダニエル・カガノビッチは深刻細胞はその巧妙に管理された細胞プロセスによりミスホールドしたタンパク質を2種類の封入体へ仕分けをしていることを示した。ジャンク・アイポッドジャンクとアイポッドは共に進化的に保存されたコンパートメントであり、 特定の細胞内部位に観察される。ミスフォールドし、押集したタンパク質がジャンクや iPod に輸送されるには、無傷の細胞骨格や熱ショックタンパク質といった特定の細胞品質管理因子が必要となる。タンパク質の輸送先として、ジャンクと iPod のどちらが選ばれるかは、ミスフォールドしたタンパク質が細胞内で受けるプロセッシングの様式によって決定される。 哺乳類細胞では、有毒なタンパク質凝集体をジャンク及びアイポッドへ隔離することで、非対称分裂を通じて、細胞の若返りが行われているのである。したがって、ジャンクとアイポッドの発見は、細胞がミスフォールドし凝集したタンパク質をいかに対処するのかについての新しい知見をもたらし、また、タンパク質凝集がランダムに進むプロセスではなく、実はよく調節。 制御された細胞プロセスであることの説得力のある証明を与えた。さらに、ジャンクと iPod が発見されたことにより、細胞は品質管理を時間的に行っているだけでなく、ホメオスタシス機構を空間的に行っていることも示唆された。つまり、タンパク質分解が行えないような状況に陥った場合、細胞は凝集タンパク質封入体を空間的に隔離する。 ことにより、ミスフォールドタンパク質から細胞内環境を保護しているのである。新核細胞は、ミスフォールドタンパク質をジャンクとアイポッドという二つの品質管理コンパートメントに分別する。タンパク質がどちらに輸送されるかは、そのタンパク質の指基地深化状態により決定される。タンパク質が正常に機能するためには、ほとんどの場合、 ネイティブ状態と呼ばれる低エネルギー3次元構造を維持していなければならない。タンパク質の安定性は、そのタンパク質の一生にわたって厳密に調節されている。はじめに、タンパク質はリボソームで合成され、その後、ホールディングや集合が起こる。そしてタンパク質は、最終的に細胞内環境により分解、除去される。タンパク質のホメオスタシスは、 細胞内品質管理システムの様々な構成要素が強調して作動することによって達成される。つまり、細胞の生存可能性はミスフォールドタンパク質の管理をいかに効率的にタイミングよく行えるかに依存している。この管理とは品質管理機構の一部であるシャペロンや E3、リガーゼによるミスフォールドタンパク質の認識、指基地負荷、 タンパク質分解といったプロセスを含む、プロテオスタシスの崩れは、神経変性疾患など多発する人の疾患の基盤となっていると言われる。これらの疾患は異なる、タンパク質の変異や異なる組織の損傷によって引き起こされるが、いずれの疾患も、風乳体にミスフォールドタンパク質が蓄積するという共通した特徴を持っている。この特徴から、 風乳体そのものがこれらの疾患の原因となっていると考えられてきた。しかし、このような細胞内に形成される風乳体の性質や特徴は不明のままにあった。多くのタンパク質はその種類によって異なる形態の風乳体を形成することが報告されたものの、これら観察された風乳体が果たして同一の性質のものとして扱ってしまって良いものか。 はまたま細胞内で同一の部位に蓄積しているのかといった問題も未解決であった。さらには、封入体の形成を導く経路がどういったものであるのか。そこでは、細胞内のタンパク質品質管理機構がいかに関与しているのかについても不明であった。このため、タンパク質凝集や封入体形成を網羅的に理解するための系統的な解析が要請されていた。 ここでジャンクとアイポッドが発見されたことにより、細胞がどのように様々な種類のミスフォールドタンパク質を管理しているのかについて、新しい知見がもたらされ、またタンパク質業種に関する大きな謎を解決するための枠組みが明らかになったのである。深核細胞はミスフォールドタンパク質をその指基地化状態によって、次の二つの品質管理コンパートメントに仕分けを、 行う 1. ジャンクは核に連結している。2.iPod は液胞に近接している。ミスフォールドタンパク質の運命や、凝集物封入体の形成を導く経路は、もともとウェスタンブロッティングなどの生、科学的手法によって研究されていた。しかし近年になって、タンパク質の品質管理や凝集のプロセスは、生細胞イメージングと呼ばれる。 新しいアプローチにより深い理解が得られるようになった。生細胞イメージングにより、タンパク質の本来の細胞内環境における、時空間的動態をインビボで監視することが可能になった。生細胞イメージングを用いれば、細胞内の現象やプロセスの動的性質について、より多くの情報が収集できるようになるのである。この手法は、観察が容易である、蛍光タンパク質を、 興味のあるタンパク質に融合し、蛍光顕微鏡を用いて、細胞内の観察する技術を応用したものである。つまり、細胞に適当なストレスを加えて、蛍光タグが付加された目的のタンパク質が有する、様々な性質を強磁的顕微鏡検査法により、解析できる。蛍光レベルの変化は、発現レベルの変化を示す。極材の変化化化要請により、 評価細胞内環境との相互作用により、評価細胞質にあるミスフォールドタンパク質の運命をインビボで監視するために GFP を付加したフォールディングレポーターを有するプラスミドのクローニングが行われた。このフォールディングレポーターは、スモ結合酵素アブック級の変異体であり、凝集脳を有するモデルタンパク質として用いられる。この変異体には、 y 6 8ルというミスセンス変異があり、温度感受性の表現系を発現する。この反安定的なアブック QTS は、生理許容条件摂取25度においては、細胞内シャペロンの活性により、完全な機能性を有する。この GFP アブック QTS は、公募に導入された後、蛍光顕微鏡で可視化された。フォールディングセンサーである、 g f p a b u ク k q t s をモニタリングすることで、細胞のプロテオスタシスの本性、すなわちタンパク質品質管理機構が、ストレスに対して、どのように対処しているのかについて解析できるようになると期待された。実際に実験を行ってみたところ、まず通常条件下では、g f p a b u ク k q t s は、細胞核、細胞質の中で拡散している様子が観察された。 次に、熱ショックを加えてみたところ、GFP やブック QTS は、細胞質で天井の構造体を形成したのである。そればかりか、プロテアソームを機能不全化して、ミスフォールドタンパク質の分解系による除去を阻害したところ、驚くべきことに、細胞質内には2種類の封入体が形成され、その様子が観察されたのである。標準的、伝統的な生、 科学的手法では、細胞質でこのような2種類の凝集体への分配されるといった現象は発見できなかったであろう。この観察された2つの封入体は、進化的に保存された品質管理コンパートメントであり、2つは互いに異なる特徴と機能を有することが示された。この2つは、ジャンク、iPod と命名された。これら2つの封入体は、液凝集性。 潜在的毒性のタンパク質の隔離と管理を司る二つの互いに異なる細胞内経路であることが明らかとなった。品質管理システムの基質がどちらのコンパートメントに輸送されるかは、その基質タンパク質の指基鎮化状態と凝集状態に依存している。つまり、指基鎮化されたタンパク質はジャンクに送り込まれる。 ジャンクではプロテアソームによる分解のためのプロセッシングを受ける。指きちん化されておらず、最終的に凝集してしまう。ミスフォールドタンパク質は iPod に送り込まれ、細胞内環境から隔離される。従って、ミスフォールドタンパク質の細胞内極材を知ることによって、そのタンパク質がどのようにタンパク質品質管理機構と相互作用しているのかに関する情報を得ることが、 できるのである。ジャンクは、ジャックスタたニュークリアクオリティ、コントロールコンパートメント、つまり、核の金傍に見られる、品質管理コンパートメントを意味する。指機沈化された VHL タンパク質により可視化されたジャンク。細胞核に連結しているのがわかる。細胞のホメオスタシスを維持するためには、細胞が持つ、品質管理システムが、適切にフォールドされた、 タンパク質とミスフォールドしたタンパク質を正しく識別する必要がある。タンパク質がミスフォールドすると即座に認識され、リフォールディングもしくは指キチンプロテアソーム分解により厳密な取り扱いを受ける。しかし、細胞内でミスフォールドタンパク質の存在量が様々なストレスにより上昇すると品質管理機構が処理できるタンパク質の上限を超えてしまい、 品質管理機構の法案を引き起こす。このような場合には、ミスフォールドタンパク質の分解は、もはや不可能になり、細胞の防御システムの二次防衛ラインが動き出す、ことになる。すなわち、ミスフォールドタンパク質の特定の細胞内分野への輸送である。ジャンクは、このようなミスフォールドタンパク質の隔離先の場所の一つとしての役割を持つ。実験結果によれば、 プロテアソームが機能不全に陥ったとき、指キチン化されたミスフォールドタンパク質はジャンクに送り込まれる。ストレス条件から回復したときには、ジャンクに蓄積していたミスフォールドタンパク質は、細胞内のシャペロン機構によりリホールディングを受けるか、もしくは 26S プロテアソームによる分解を受けることが判明している。このことから、タンパク質へのジャンクへの隔離は、 感逆的な過程であることがわかる。ジャンクは膜に覆われていない細胞内部くらいである。細胞核の縁に位置し、小胞体のすぐ近くに存在する。光退職後傾向回復測定及び光退職中傾向消失測定により、ジャンクにあるタンパク質が可用性であり、また、サイトゾルトの間で行き来をしていることが明らかとなった。これにより、 ジャンクが動的な構造を持っていることが示唆された。ジャンクへの輸送は分子シャペロンやコシャペロンに依存しているほか、アクチン細胞骨格にも依存している。ミスフォールドタンパク質は指基賃化を受けていなければ、ジャンクに送り込まれることはできない。もし指基賃化反応が阻害された場合、ミスフォールドタンパク質はもう一つの封入体、iPod の方へと送られる。 ミスフォールドタンパク質が蓄積すると、26エスプロテアソームがジャンクへと招集される。iPod は、インスリアブルプロテインデポジット、つまり不要性タンパク質の保管場所を意味する。日指キチンカ VHL により、可視化された、封入体 iPod、液胞に連結しているのがわかる。プロテオスタシスを維持する細胞の能力は老化とともに、衰退し、 神経変性疾患の発症につながるという知見が近年ますます有力視されるようになってきた。このような神経変性疾患では変異の入ったタンパク質がミスフォールディングを起こし細胞内環境に対して毒性を呈すようになる。これら毒性を有するタンパク質草を分解できないとき、細胞はこの危険なタンパク質を隔離させプロテオームと 相互作用が起きることを食い止めなければならない。これを担うコンパートメントが iPod で危険なアミロイド形成性タンパク質の隔離先として保護的な品質管理コンパートメントとしての役割を担っていることが示された。また、スーザン・リンドキスとのグループはコーボプリオンの成熟化が行われる場所がこの iPod であることを示唆する研究結果を発表している。したがって、 iPod は単なる隔離場所としてだけでなく、ひょっとすると機能性のコンパートメントとしての役割も担っているのではないかとも言われている。iPod は膜に覆われていない細胞内部くらいである。酵母では液胞の近傍に極在する。フラッペやフリップの結果によれば、iPod 内にあるタンパク質はきつくパッキングされ、サイトゾルトの行き来も行っていないことがわかっている。 アミロイド形生成タンパク質は iPod に輸送される基質である。ミスフォールドタンパク質は非指基鎮化状態でなければ iPod に送り込まれることはできない。もともと iPod に輸送されるはずの基質を指基鎮化すると基質はもう一つの封入体であるジャンクへと送り込まれるようになる。ミスフォールドタンパク質が蓄積すると脱業臭シャペロンである。 トリプル A タンパク質の HSP104 が iPod に極在するようになる。ただし、HSP104 が iPod で何か機能を行っているのか、それとも iPod に送り込まれる機質に、単に HSP104 が引っかかっているだけなのかは分かっていない。全オートファゴソーム構造体が iPod の近傍に極在する。しかし、iPod の機質が 駅法に輸送されるのかどうかは分かっておらず、従って iPod とオートファジーとの関係も未解明のままにある。ありがとうございます。